もはや今川にとどまることはできぬ。らしき武者よ。開門。今川をさらに攻め立てよ。一気に終わらせて楽にしてやれ。なんと素晴らしき戦果よ。武田にばかりやらせるかよ。徳川が俺がいるってとこ見せてやるぜ。まだ押してまいる。完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。意を知らぬ外道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。受けてみよう。まずい。我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。氏真が飛び出してきたようですな。早急に追い詰めましょうぞ。受けてみよう。恨めかな。
う相手ではなかったか。急げ。上杉謙信、越後の軍神がなぜ駿河に。天の大義なのか。上杉勢を迎えて。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。そこをどけ。私は諦めぬぞ。謙信殿と共に戦うのだ。相手は信玄。さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてる。小詰めを出して警戒させておけ。待てよ。父上、申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの無念、この謙信がしかと受け止めたぞ。なんとかしのげたようだ。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。この俺の後輩をつくつもりか。見つかったか。構わん、このまま攻め立てる。軍神が相手であろうと引けぬ。下道の主のためにいたずらに命を落とすか。我らがどれほど新さんを舐めてきたかも知らず、逆しらに正義面するでないわ。受けてみよう。もはや今川の再起はないか。ここは引くが、いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。